はい、皆さんこんにちは、タートルです。今回はですね、ふくらはぎが太くてですね、気になっている方、大体の方がですね、足首が硬くて、半長膝と言われている膝の方が多いんですけども、その方はですね、スクワットをする際にですね、気をつけなければいけないことがあります。ふくらはぎが気になる人は、やはり太ももも気になっている人がね、多いと思うんですけども、スクワットをするときにですね、半長膝、いわゆるですね、この膝のまっすぐのラインがですね、ちょっと膝が後ろに出てしまっている、そういった方はですね、ふくらはぎと太ももの疲れが取れにくくですね、筋肉が大きくなりやすいです。そういった方がですね、スクワットをしてしまうと膝を痛めやすくなります。というのもですね、半長膝の方はこの膝がですね、通常よりも後ろに行ってるんで、こういう感じの形がですね、こうなってます。膝が後ろに出てますから、この時にですね、ここの半ケツを痛めやすいです。特にですね、排卵の時の時期という時が痛めやすいと言われております。そういった方の特徴がですね、スクワットで立つ時に膝をすぐピーンと伸ばしてしまう、しゃがんで立つ時にこういう感じではなくって、立つ時にピン、こういう感じです。ピンと、ここでピンとね、伸ばしてしまう人、例えばスクワットでもピンってやったり、普通にランジでもピンピンとね、膝をピンと伸ばしてしまう癖がある人は、結構半長膝といって、膝が少し後ろに出てて、前ももとふくらはぎが張ってる方が多いです。この方はですね、その半ケツ、いわゆる膝を痛めやすい足になってますから、スクワットの時には膝をですね、伸ばさない方がいいです。膝をピンと伸ばすとですね、この半ケツをキュッと噛んでしまって痛めてしまう場合があるので、そういった方は膝を伸ばしきらないようにしてスクワットを行ってください。で、半長膝の方はやっぱり前ももとかね、張りやすいので、もちろんスクワットでももも裏を使うスクワットがおすすめなんですけども、前もももね、別に張ってもいいよって方はスクワットを行ってください。だけどその際は膝を伸ばしきらない。特にバーベルとか持ってるとですね、負荷がありますから、特に膝を痛めやすいです。なので膝を伸ばしきらない、あとはもし伸ばしてもすぐ曲げてください。伸ばした状態で休んだりしてるとですね、半ケツ痛めやすいんで、できるだけ膝が伸びきらないようにして、またしゃがむと、そういった感じでスクワットをね、行ってください。ということで、今回は半長膝の方はスクワットの際に膝を伸ばしきっては良くないということのアドバイスでした。勉強になった方はグッドボタンやコメントお待ちしております。今回もご視聴ありがとうございました。Thank you.